流しまで260分、吹き流し方向でいいですよ、うん、なんか T のやつ、おお、ナイスショー、おー、ナイスでーす、はい、ありがとうございます。飛びすぎて落ちどころがたまに見えないんですよね。いい感じですね。わあ、ちょっと巻いた。巻いた。巻いたよ。ちょっとこう手元が浮きましたよね、今のもね。そう。多分右に打ち出そうとしたんでしょうね。なんですけど。そう。だからその割にはちょっと多分そんなに右向いてなくて、あー、ちょっと怖かっちゃったかった、はい、です、はい、です。私は今レディースのクラブを使ってるんですけど、はい、前に競技に参加した時に、はい、私以外の女性3人が全員、はい、メンズのクラブでガンガン飛ばしてたんですよ、はいはいはい、で、はい、やっぱりちょっと飛ばしたいなら、うん、クラブはメンズの方がいいとかってあるんですかね。いやー、うん、ですね、メンズのクラブとか、うん、レディースのクラブっていうそもそもの分かれてる基準が私は分からなくて、はいはいはい、もうなんていうんですかね、うん、そのスチールシャフトだとメンズとか、あー、カーボンシャフトであの L とか、はいはい、フレックスが L とかになるとレディースみたいなことを言われることもあるんですけど、うんうん、だから女だから L を使うとか、うん、カーボンを使うとかではなくて、うんうん、ちゃんと計測を した方がいいと思います。あ、なるほど。でいろんなデータをこう元に、うん、自分に合ってるシャフトを選んだ方がいいです、はい、なるほど、はい、ちゃんとフィッティングして、そうです、フィッティングが大事です、はい、結構、うん、まあ始めたばっかりだったらいいんですよ、うん、まだ、うんうんうん、だけどもうある程度自分がこうスイングもできるようになってきた時に、うん、女だからレディース用のクラブってこう販売されてるものを買ってしまうと、はいはい、もしかしたら自分のヘッドスピードとかパワーには合ってないのかもしれないってなってきちゃうんで、はい、そのメンズ用のクラブっていうのが果たしてどういうのかわからないんですけど、はい、例えば私とかになってくると重さが、うん、60g の、うん、シャフト、はい、そう、うん、で、S シャフトになるんですけど、おー、はい、でもそれは私のタッパと、うん、うん、パワーがあって、はいはい、そう、ヘッドスピードがあって使えるので、はい、で、ね、例えばもうちょっと早く振りたいんだよなって思うなら軽いシャフトだったりしますし、うんうん、軽くて、じゃあでもその振り方的に硬い方が合ってるのかとかいうのをいろいろ打って試した方がいいです、はい、そう、だからメンズ用のクラブにした方がいいのかって言われるとざっくりそうですとは言わないです、はい、だからちゃんとそういうゴルフショップとかで継続できる、今なんかすごい継続する機会がすごい、そうですね、そう、良くなってるんで、うんうんうん、なおさらちゃんとそういう自分のスイングを知った方がいいと思います、はい、なるほど、それを元に選んだ方が、はい、クラブも間違わなくていいのかなっていう、ね、ちゃんと自分の今の、はい、まあ、その、まあ、スイングに合わせたクラブが一番飛ぶ、はい、そうです、シャフトもいっぱいあるんで、はい、わかりました、はい、私ちょっとフィッティング行ってきます、そう、フィッティング行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、はい、選択の難しいところですね。いや、9番でもうちょっと余裕を持って振ればよかったって後から思うんですけど、はい、次に切り替えます。はい、いいとこ向いてますよ。はい。あ、ペラったよ。ちょっと気持ちが急ぎましたね。はい、ちょっと早かったですよね。早かったです。飛距離アップさせるのに、はい、これが
ができると速いみたいな、例えばそのヘッドスピードを上げるとか。いや、なんかヘッドスピード、単純にやっぱりヘッドスピードを上げることが一番飛距離につながります。あーミート率とかも、うん、もちろんそうなんですけど、はい、速く振れるってことは、うん、体の動きがちゃんと、うん、その連動性がないと振れないわけですよ、うんうん、要はちゃんと綺麗なスイングって言ったらあれですけど、うんうんうん、プレーン通りに降りてこないと速いスイングってできないんですね、はいはい、速いスイングできるイコールミート率もどんどん上がるんですけど、うんはい、じゃあその速いスイングをどうやって身につけるかっていうところなんですけど、そうですね、そこですね、まずは、はい、マンブリすることですね。おお、マンブリ練習。マンブリ練習。それはドライバーがいいですかね。ドライバーでいいですね。はいはいはい、アイアンよりかはドライバーの方がいいです。うん、で、うんうん、スピードを出さなきゃいけないんで、うん、例えばこうなんていうんですかね、硬い棒を振ってると、うんうん、スピードって出ないじゃないですか。うん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 、でも出ないですね。柔らかい例えば、うん、まあなんかゴムじゃないですけど、うんうんはい、を振ると、はい、結局スピードって出るわけですよ。はいうん、だから。腕から、まあ、肩から先の力は一切入れないつもりで振るとスピードが上がるっていうことがよくわかると思います。はい、で、はい、実際にスピードが速くなってるのか、うん、頑張って振ってるつもりなんだけど、うん、速いのかどうかってわかんないじゃないですか。うん、だからこう、うん、ちっちゃいそのヘッドスピードとか測る機械って今、うん ありますね、あると思うんですけど、はい、そういうのを使って自分の今のスイングは速かったのか遅かったのかっていうのを知るだけでも全然違います。こうやって振ってみたら速いのかなとか、はい、こうやって振ったらあれ意外と速く振ってるつもりが遅いなとか、そういうふうに自分のスイングを研究することも大事です。はい、はい、なるほど。じゃあだから速く振る練習をすることです。はい、早く振る練習、早く振る、なるほど。それが素振りでもいいですし、はい、実際球打ってもいいんですけど、うんうんうん、まずはその自分が実際どのぐらいのスピードで、うんうん、どういう振り方をしたらスピードが上がるのかっていうのを自分で知らないとダメです。はい、もう測るやつ買います。大事だと思います。そう、初速とかね、距離のありますよね。もう大事なんですけど、はい、その一球一球、うん、今のが何ヤードとの、はい、距離よりかは、うん、そういうヘッドスピードとか、うん、ミート率と か、うん、なんかそういうのが分かる、ピピテルとかね、はい、ショルダーストロークになりやすいと思うんですよ。あ、手首を使わなくなるんで肩から動くはずです。ただ手元はもう一切使わないでアドレスの形のまま肩だけ揺らすイメージ。うーん、手首は使わない。うん、ちょっと手やっぱ手首使った。明るい。高島さん明るいです。いやー今なー左向いたのかなー。ちょっと気持ち悪かったんですよね。もうちょっとこっちから立てばよかった。ちょっとこっちから立っちゃったんで。今もここちょっとこっちから打った方がスイングプレーンが多分、うん、下から入ってこなかったんですけど。うん、失敗しました。次です。頑張ります。迷
まず振るだけです。あ、同じ球今お腹っちから入ってましたか。あ、バンカー行っちゃった。入った。お腹っちから入ってたかな腸腰筋が抜けてたかも。抜けてたかもこれ不安やね。あら、でもいや、お、あんたか、はい、出たとりあえず出ましたトップですね。トップしちゃいましたね。おお、いい球じゃん。これはバンカー。いやーありがとうございました。ありがとうございました。ということで栃木駅までやってきました。ちょっとバスの関係で宇都宮駅でした。ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。18ホール回ってみて、イーストウッドカントリークラブ、どうでした。まあ高島さんブルーティーだったんで、そうですね、またバックはちょっと景色は結構ティーショットもなんか違いましたね。気持ちよく打てるホールありましたか。いや、まあホールごとに、まあ、その都度言ってはいたんですけど、結構なんかアドレスが立ちにくかったりとか、見た目にすごいプレッシャーを感じるホールが多かったなって思いますね、はい、でしたね、はい、その中でも果敢にドライバー、全てドライバーですよね、ティーショット。あーですね、ですよね、はい、ショート以外はドライバーでしたね。すごい、はい、素晴らしい。突っ込んでました、ドライバー。突っ込んでましたね。ところどころ、ここはこう狙うっていうふうに言ってくれたので、うん、あの、そうですね、今度来る人も参考になると思いますので。すごい参考になると思います。まあ、ティーに、私は今回、まあ、ブルーティーだったので、うん、あの、まあ、白ティーに立ってもまたちょっと違う景色だったりするとは思うんですけど、うん、まあ、そのラウンド中にも言ったように、あの、ティーグラウンドの向きとか、コースの向きとか、あのこう向きやすいとか、そういうことをちょっとこう気をつけながらやるだけでもすごいスコアに影響してくると思うんで、ぜひそういうことにもね、あの、はい、気をつけながらラウンドしていただきたいなと思いますね、うん、はい、そこはあの高島プロの、あの、次ゴルフサバイバルの撮影の公開が多分1月とかかな。そうですね、1月に、はい、あの、はい、ゴルフサバイバルの公演されると思いますので、はい、ぜひあの見ていただいて、あの、誰が勝つのか、はい、そして、まあ、見ながら私の応援をしていただければなと思、はい、います。インスタグラムにアカウント書いておくので感想を、はい、見上げてください。わ、はい、かりました。高島さんユーリーで検索すれば出ますからね。出ますね、漢字 で、はい、調べていただくと出ます、はい、あのフォローが増えたら更新も増やします。嬉しいな、ね、こんな感じでもう18ホールすごい気さくに回っていただいて、本当に話しやすかったです。初めてだったので、プロの方とも回るのが良かったです。はい、なんかこれがまた上達のきっかけになればいいなと、はい、いろいろと教えてもらったんで、パターにしろ、飛距離のアップの秘訣にしろ
ちょっとまあ足りない部分もありましたけどね、はい、もうちょっといろいろと、もうちょっといろいろまた出てもらいましょう。そしたらいいことを教えてもらえる。ぜひぜひまた呼んでください。すごい楽しいチャンネルだと思います。わっ、ガラ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 一日ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。